アイテム番号 SCP-90JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-90JP の前日例は防音容器に収納後サイト8119の標準収容ロッカーナンバー53から58に個別に隔離されています。日本標準時 JST 23時から1時の2時間はロッカーの開閉が禁止され、制御システムにより自動的に施錠されます。実験及びアクセスにはレベル2以上の研究員の許可が必要です。標準認識災害取扱い手順に則った運用を徹底してください。アウターヘッジプロトコルに従事しているレベル2以上の職員は、文書 81.90C26 へのアクセス権が与えられます。説明。SCP-90JP は6体、1から6と呼称、のマネキンの頭部です。一般に流通しているマネキンと同様の規格で製作されており、頭位 53cm、高さ 34cm、構成素材は FRP、ガラス繊維強化プラスチック、です。しかし重量は通常のものよりはるかに重い 1.1kg であり、理由は不明ながら身長 170cm の人間の頭部の平均重量とほぼ同じであることが分かっています。首の裏面には釘状の物体で削ったと推測される引っかき傷があり、それぞれ異なる女性の名前が彫られています。普段の SCP-90JP は非活性状態であり、重量を除いた全ての性質に特筆すべき異常は見られません。日本標準時、JST、23時15分から0時39分までの84分間に SCP-90JP は活性化し、全個体は人間の生首に一瞬で置換されます。活性化したオブジェクト個体は10代後半から20代前半までの日本人女性が起源と推定され、それぞれ異なる顔立ちをしており完全に無毛です。首の切断面とされる部分は皮膚で覆われており、外科的手術による縫合痕などは存在していないように見えます。呼吸らしき咽頭の前動は確認されていますが、瞳孔は完全に開いており、生命活動の兆候は見られません。標本採取による鑑定の結果、オブジェクトを構成している物質は一般的な人の細胞と同質であることが判明しました。SCP-90JP は活性状態の際、固定された文言を何度も反復して発音するという形で認識災害を発生させます。SCP-90JP の音声情報を認識した人間は10秒以内に下腹部に強烈な痛みを感じた後、男性の場合は性欲減退、勃起障害、射精障害、局地感障害、女性の場合は性興奮障害、性交痛、あるいは膣痙攣などの様々な性機能不全を発症します。被験者に対する現代医学、最先端医療技術による治療のすべては現在まで芳しい効果を上げていません。影響後、ほとんどの暴露者は SCP-90JP にまつわる記憶を忘却しようと試みますが、その多くは失敗に終わり、多大なストレスによる重度の抑うつ症を併発します。インタビュー記録09001。番号1、署名エミ、発言内容。こんなに嫌な汚れごとなら全部放り捨てていればよかったんだ。わざと背負っているんなら、あんたと私はただのつまらない負け犬のつがいだわ。ねえ、これ以外の選択肢って本当になかったと言える。もしそうなら私、本当の本当に笑っちゃうね。薄汚い悪運と金ピカ妄想の積み重ねだったとしても、あいつはそれすら好むんだから。番号2、署名玲子、発言内容。カニに酷似した切って食べて森の中で静かに隠遁生活ではない利便性。観測の岐路を歩む勤勉家に発砲したけなげな神罰が下り束縛の街は錆びれ川は刻々と固まり木は輝きを増しながら乱々と溶け。愛は収穫月ごとく大地に実り私たちはついに救われるのではないのかと自問している。を殺してお願いお願い。番号3、署名秋、発言内容。だから何度も言ってるでしょ。あいつは金を持ってるキザな男にしか興味のない。なあ、バズれ女よ。あ
んたのことなんかこれっぽっちも相手にしてない。だからさ、あんた、早く目覚ましなさい。あたし、みなも、心配してるんだからね。ちょっと、それどういうこと？ねえ、だからもう全部大割りなんだって。もうずっとそうやっていつまでもあの女のことばっかり執着して、何がしたいの？いい加減気づきなさいよ。どうして気づいてくれないのよ。番号4、署名ミサ、発言内容。私は申し上げました。この先フラチで困難な出来事がいくつも起こりになると思われますが、どうか彼女らを穏便に取り計らってくださいましと。しかしオサは彼女らの最初の罪を許さず、謝罪と償いを要求したのでございます。あの時のオサの、絶望に溢れた目の、震え、ああ、想起するにはあまりに恐ろしい。我がオサのように明晰ながら繊細でけなげなご心の持ち主が、一体どうしてあのような行為に耐えきれるのでありましょう。結局私は、そしておそらく彼女らは、オサの気持ちを誰一人として理解できていなかったのでございます。彼女を除いて誰一人。番号5、署名刑、発言内容。見えない、見えない。心は鉛のように重い。ここはどこ？きっと黒い迂回海の中。どうして暗く冷たいの？分かりきった答え、すでに知っている。どんなに言葉を伝えたとて。この世界には呆れるほどに何の変化も起こらないのだということを、すでに私は知っている。だから私は残酷な深海の底でひたすらに横たわって、死の淵で苦しみもがき溺れる綺麗な鱗の魚のあなたを、いつまでも待っていようと決めた。番号6、署名識別不明、発言内容。何してる？もう大丈夫。心配することなんて何一つないんだから。あなたは、もう、ずっと私のもの。回収経緯。SCP-90JP は、超常現象取扱い組織、警視庁公安部特護と第一課が2005年に芸術家、映像作家、市、1972-2004の所有物件の一つを別件で家宅捜索した際、当該機関の捜査官により発見、異常性質の影響を受けながらも回収されました。特事は生前の、市が MC&D 社の経済的支援を受けていたと推測しましたが、関係者への聴取や回収された他の証拠と照合した結果、そのような事実は確認できませんでした。特事課は本案件を事件性なしと判断し、PEJEOPAT、既存日本超常組織平和友好条約、にのっとって SCP-90JP の管理所有権を SCP 財団に移譲しました。インタビュー記録090-01。前書、以下の記録は2006年1月22日。特事課から財団への SCP-90JP 移譲手続きの前後に行われた、オブジェクト第一発見者である市川慎吾捜査官と財団エージェント青官の対話の抜粋です。より詳細な情報が必要な場合は文書、81.90。C26 にアクセスしてください。記録開始。まだ痛むのか？ああ、ほとんど大丈夫だ。相変わらず鈍痛は続いてるが、これは多分一生ものなんだろう。こっちの報告書は読んだだろう。痛みは最初だけ、の一言で締めくくるのがうちの課長だ。見たとこ、あんたの上司はもっとうまく書類仕事をやるんじゃねえかな。そうでもない。あれについて知っていることがあったら教えてくれ。IS、知ってること、あははは、そうだな、あれは公衆異常だ。何の変哲もないプラスチックのマネキンが、夜になると生首に変わる。そしてあれはオツ種異常だ。言葉で人間の小種をこすり潰す。そして、後には何もない。事件性ゼロ、有用性ゼロ。だから俺たちの上司は身の丈に合わない厄介者を手放して、誓約書にサインして、関係書類も何もかも燃やしちまって、今回の一件は後腐れがないように綺麗さっぱり忘れちまうんだろうよ。俺もな。マニュアル通りの答えだな。あなた自身の考えも聞きたいが。IS、なるほど。それがあんたらのためになるとは到底思えねえが。そうだな、あれはひどい魔法だ。ニッソやアズマやワークショップや、他の薄気味悪いカルト連中とも違う。歪みで村のある欲望がギチギチに詰まったような、あれを意図して作った奴がいるとしたら、そいつはきっと自分の発想がどれほど荒れ果てた荒野みたいに堕落しているのかなんて、死ぬまで理解できなかっただろうな。
特次は本当に、があれを作り出したと考えているのか。IS、そうじゃない。いや、わからない。少なくとも、うちの班は、には後援者がいると考えていた。それもただのパトロンじゃない。どこからともなくやってきて、作家にとてつもない助言を与えるような、正真正銘のミューズがいるってな。あいつの作品を吐くほど見て、そういう予言をした奴がいたんだよ。最初は、小売り、の競売員に目をつけてたが、それは間違いだった。あいつは魔法使いの男、に巡り合ったんだ。詳しく聞かせてくれ。IS、V、O、C。何だって？ IS、魔法使いは慈善家だ。笑えるな。奴は何でもできる力を持ってるが、それを自分で使うことはできない。奴には夢がないからだ。だから奴はいつも弟子を探している。他人の渇きを癒すために、水がたっぷり入った桶を持った老人みたいに砂漠を右往左往してるんだ。で、奴は、似合った、んだと思う。本当のところはわからねえ。一つ言えるのは、が大きな乗り違えをしちまったってことだな。俺は生前の、似合ったことがある。気の良さそうな奴だったが、優柔不断そうでもあった。取り合いになったんだろうな。そして、全部、ああなっちまったんだ。記録終了。